月っていう字もそうですけど、月っていう字もあの勢いが止まらない人はこうなるんですね。こっちに入るんですね。ですから初めにグッてつくんです。でこう書くとしっかりとした線ができますね。結構その月書いてますね。これができてますよね。でそう、うん、この踏ん張るスタートする前にはグッと踏ん張ることによってなんか字が強くなります。結構ねできてるんですよ。この自宅の字とかもそうですし、この住宅の住とかもできてますし、縦線の時にそれができるといいですね。この住所の書だったらこの辺とかですね、この辺とかですね、うん、それをちょっとこのじゃあせっかくなんで 何年とかありますね、うん、これも縦線もあるしやってみましょうかね。これもついて動かす感じこう、ね、できてます。これ見事についてます。でこういうとこは、まあ、短いとこはいいですけどね。右上がりこうでこうちょっとこうできるとかっこいいですけどね。長い横線は反るいきますよ。中心線もしくはちょっと右でもいいです。ついて中心線に合わせてスッといきましょうか、ね、柱が傾くと思っていただいて もしくは背骨が曲がるというかですね。やっぱり見た目が悪いんですね。安定して見えないんです。はい、中心線もしくはちょっと右についてしっかり踏ん張っていきますよ。頑張ってください。スッと、あ、いいですよ。あのすごくエネルギー使ってると思うんですけどエネルギー使ってると思うんですけど嬉しいです。それをやっていただけるとやっぱりその気持ちが大事なんですね。じゃあこの生きる生活のせいですね。これも前、まあ、やったかもしれないですけどね。この可愛いこの不安としたのはなしにしていただいて、もうついたらキュッと強くで下から右上がりでいいですか。つくんですよ。ついてしっかり止まるね。そしていきます。長い横線は反るっていう風にかっこいい字なんで結構ちょっとスリムに書いてみましょうか。頭を小さく、はい、ついてキュッと洗う感じ。あんまり可愛い線はもうねなしにしていただいて、高い位置からはい集中してついて、はい、まっすぐですよ。まっすぐ頑張ってください。右上がり、はい、右上がりしながら長い横線は反る。うん、いいです、いいです。その気持ちが大事です。で慣れてくるとこれがなんか普通にできてくるんですね。ですからだらんと書かないというか、書き始めに結構つくことによって全部強い字が書けていきますので、こういう住所、これも今のですね、人偏も一回ついて払います。そしてまっすぐこう書いて、難しいですよね。これもこう、はい、右上がり、生きると同じですよね。王様の王でまっすぐで短くで長い横線は反る。これ反ることによってあの字に表情が出ますのでね。これまっすぐだと表情がなく見えますので、ちょっと極端なぐらい反りましたけど、ちょっとやってみてください。はい、あのめちゃくちゃうまいです。あ、もうなんかすごく気持ちが入っているのが伝わります普段はここまでゆっくり書くことはできないと思いますけど、この形が取れるっていうことはあの次のステップに行けるんですよね。とにかくこの、ね、払いとかとにかくこう可愛くしないでくださいね。女の子たちがよくこういう風に書くんですけど、うんうん、もう可愛いはねもう通じないですので、ね、そう、ね、やっぱ小学生までですので、これが使えるのは、ね、やっぱり丸文字とかをやっちゃうともう直らないんですね、うん、人偏とか全部できます。このその字うまいです。住所の書、これもちょっとねあの大人の書き方を少し説明しますね。これを一画目をもう点にしましょう。今の住所の住みたいな感じですね、うんうん、そうするとなんか爽やかに見えますの で中心線に来るぐらいの気持ちで角度をつけてください。でこれは口ができるんで下とちょっと右を出しますね。でこれ可愛く可愛く、これこうひねらないように月と同じですよ。ついたら真下に行ってスッと行きます。
この左払いがすごくポイントなんですね、漢字は。で、いきます。これもこう来て中心線に合わせて、これもスッて払います。で、横線ちょっと長めに書いて、はい、内側、これこの横線が長いのがポイントです。で、ここから長めにスッといきましょうかね。はい、右に傾かないようにしましょう。この線があることによってここになんか懐ができるんですね、うん、ちょっと足りないんですね、これがね、うん、はい、いろんな字に応用できますので、まずちょっと住所、はい、で次もちょっとここ出す感じで内側からスタートさせてみてください。そうすると図形が字に変わります。で、真下に行って強くスッと抜く、真下に行くんですよ。真下に行って軽く洗う、スッと、あ、ちょっと可愛いですかね、うん、ちょっとどうしても内側に入るとこんな感じで、ね、可愛くなっちゃうんですね。いいですよ、続けてください。はい、ついて、まっすぐですよ、まっすぐですよ、まっすぐですよ。そう、ありがとうございます。いいですね。そして今余白がちょっと揃わないですよね。そう、ということはこの線が中心に来るんですね。だいたいさっきの明るいもそうですけど、これが中心に来るんですね、これが、うん、この中心線に。で、これもそう、これが中心線に来ると覚えてしまうと、うん、いいですね。で、このあと左払いがやっぱちょっと一瞬内側に入る癖がどうしてもあるんです。これはぜひ直しておきたい。真下に行く感じ、字がもうこっちに傾こうとするわけですね。こう書くと字が真下に行きますので、うん、もう一回書きましょうかね。難しかったらちょっとちっちゃめでもいいですから、真ん中に書くようにしてみてください。だいぶ良くなってます。やっぱりこの左払いがポイントですかね。左払いがちょっとこれが一瞬ここでなんかこんな感じになるんで、もうここまで直線いったら、ここからもう広がっていきましょうかね。うん、直線はこんだけでいいです。直線はこの口の部分だけでいいですから。あ、はい、はい、すいません、ちょっと僕の説明が、はい、もう一回書きましょうかね。で、これができると、例えばなんとか新町とかってよくありますよね、うん、新しいっていうね、よくまあ会社でも新商品とかなんとかよく使うんですけど、皆さんよくやるんですけどね、新、こう書いたらこれ一本長くします、はい、で、こことここが合うようにこう書いてこうします。中心線に合わせる感じで、斧が来ます。とにかく中心線にちょっと窮屈ですけど書きます。なんか密着していいです、少々ね、うん、で、ちょっと下げて水平気味に書いて、この長さはポイント大事です。で、内側にからこっちよりも少し長く書くと決まります。うん、うん、ちょっと難しい字ですけど、これと同じですよね。うまいです。この書よりも書きやすそうでしたね。ああ、はい、なんか書きやすかった。なぜかというと、この形ができてるんですね。うまく見えるんですね。ちゃんとここを短くしたから、こういう形ができたんですね。で、懐もできた。うまいです。で、ちゃんと中心に合わせたんです。で、見た目がいいのは余白が揃ってるんですね。そう、何にも直すところがないです。これを覚えちゃっていただけるとすぐには難しいと思うんですね。やっぱり左払いが強いと、なんか大人っぽい字ができるんです。で、左払いが可愛いと、もう子供っぽいんですね。で、結構この左払いっていうのはすごく目立ちます。